朝6時半なんか体調がすぐだ。昨日まではイズでした。やばいな。もうちょいあと1週間でチベット。もう今日はチベットのはず。どうだろう。今日はお家の下でお食事会。どっち、うん、本当はどうなの。ここでかかとで立つのに。ああ、そう。でもこんななっちゃってるの。まあ、そう。ここで立って、ここを反ってグッと。ちゃう。カルピス、ちょっと足閉じてる。カルピスのシワシワ。カレーシワシワ飲めない。この自体は左足が長い。あ、それカルピスは左足だ。股関節自体にしっかり体重がかかれば、人間ってこう、重さをこう、ここで、ね、ここがちょっとへこんだ状態でかかとで立つの、うん、でも山登りになると前に力を使う、うん、そうね。だから本当は正しい立ち方にした状態、うん、骨盤を垂らさないでちょっとここでへこめて胸を起こす。でかかとで立つと足から体重が消えてるの。ああ、なんとなく聞いた。この状態で股関節と膝を、まあ、骨盤を前傾しながら前に倒す。で膝を抜くと前です。船に乗せてて回すライン40度。そう、わお、41.5。わお、何のお酒だろうね。今や SD カードがどんどん容量がでっかくなってます。256の U3 ですね。これじゃないと GoPro とかが止まるんですよね。256、ソニーは大丈夫なんですけど、うん、17,000円、まあまあするんですけど、まあね、いいかなと思って買いました。エベレストに向けて。